皆さんこんにちは、さゆりです。今日は英語教育についてお話をしたいなというふうに思っています。英語教育と聞くと皆さんはどういうイメージでしょうか？幼児英語、英語教育、いろんな言葉が日本にはありますけれども、私がイベントをしていると必ず、こういうお母さんがいらっしゃいます。英語と聞くだけでも逃げ出したくなるんですとか、英語教室にずっと通ってきたけれども英語私全く話せないので子供にはどんな風に教えたらいいですかといったような、いろんな質問が毎日毎日英語について届くんですね。私たちは中学校、高校というふうに長い間英語を書いたり読んだりしながら学んできたんですけれども、さあ自信持って話せますっていう方いらっしゃったらぜひ手を挙げてみてください。今ね、迷った方、それから手は挙げられないと下を向いた方多かったんじゃないかなというふうに思います。英語って話せればいいというものでもないんですね。自分の思っていることをいかに伝えていくか、英語というツールを使って伝えていくかというところが、これからのグローバル社会にとっても必要になってくるんですけれども、じゃあどうして私たちはそれが苦手だと思っているのかというところなんですが、英語教育、今まで私たちは授業のように座って、で例えばさ、先生が今日は、こういった課題をするよということで課題を決めて、そのワークに従って受け身で受けてきたというのが、私たちの英語を受けてきたね、英語教育のスタイルじゃないかなと思いますけれども、グローバル育児の新しいスタイルを今日はお伝えできたらいいなと思っています。私たちは、決して子どもに今日はこれをするんだよとか、今日はお水は water って言うんだよ、 water、 water というふうに発音を真似させたりとか、そういうことは全くしません。じゃあ何が違うのか、何が新しいのかというところなんですけれども、子どもの意思を尊重します。子どもがやりたいこと、子どもの行動を尊重するのがグローバル育児なんですね。じゃあ例えばどうやってやるかって言ったら、じゃあ子どもが今日はなんだか飛びたい気分、じゃあ飛んでます、跳ねてます、でなんて言うかっていうと、横からジャンプジャンプと言ってあげるんですね。子どもの行動に英語をついていかせるというのがグローバル育児です。そうすると暗記じゃないので、子どもの思考と一緒に英語が育っていく、子どもがやりたいことがいつの間にか英語で考えられるようになるっていうふうに、子どもの気持ちや意思を尊重するのがグローバル育児です。なので、子供にあれをしなさい、これをしなさい、 water, water, drink water というふうに教えるんじゃなくて、子供が自分からお水を手に取った時に water って言ってあげると、ああこれ water なんだって勝手に自然に、インプットされていきます。これがグローバル育児です。そしてこれはどんなご家庭でも、どんなお母さんでも実践することができます。そして子どももお母さんもとっても楽しいです。ぜひ皆さん一緒にチャレンジしてみましょう。